ピアノを持ってきちゃいました。イエーイ。なんでかというと、あなたに歌を歌いたいからです。普通みんなが聴いている歌はラブソングだったり、誰かに対する歌だったり、何かについて情熱だったりしますけど、今日歌う曲は神に対して歌う歌です。この歌はなんか神の素晴らしさ、また何をしてくれたかについて話している、まあ、歌っている歌なんですけど、この歌詞を少し説明させていただきたいと思います。最初の部分に、どんな痛みも辛さも恥もあなたは受け入れられた、自分を捨てるほど私たちを愛されたっていうところがあるんですけど、これを前歌ってた時に思い出した聖書の言葉があったんですよね。ちょっと読ませていただきます。イザヤ書の53章の4と5。誠に彼は私たちを病を負い、私たちを痛みを担った。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。この彼は誰について話しているでしょうか？これはイエス・キリストについて話しています。イエス・キリストが私たちの恥も痛みも辛さも全て覆ってくれたことを表している歌です。じゃあ聴いてください。あなたの瞳。